最近ちょっと女子女子しすぎてるよなぁ。あ、なんか変なことやりたい。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 何かやりたーい。こんにちは、しょーい。どうも、山ももです。以前私一口でトマトを食べるという企画をやったと思いますが、皆さん覚えてますでしょうか。そう、私はね、自称口がでかい女なのよ。思ったわけよね。卵こっちに入れて、卵こっちに入れて、卵真ん中にも入れる。私の口の中ゆで卵3つぐらい入るんじゃねって思ったわけですよ。そう思ったならばもうやるしかねー。というわけで今日は山桃の口の中にゆで卵何個入んの企画、イエーイ、検証動画でーす。レッツスタート。剥いてみて思ったけれども意外とでかいね。意外とでかかった。果たして山桃の口に何個入るんやっちゅう話ですよ。やっていきましょう。まず1つ目、こっちに入れたいと思います。ごちそうさまでした。今日も見ていただきありがとうございました。この動画が良かったと思っていただけたらグッドボタンと、そしてチャンネル登録もしていただけたら嬉しいです。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。